あのな、おっさん、うちん店はおさわり厳禁なんだよ。入り口に張り紙してんだろうが。ですから触ってませんって。あ、嘘つくんじゃねえ。女の子から苦情が来てんだよ。いた、田代くんだ。おお、マジでいつもあんな格好してんだ。ちょっと感動。あ、てめえはヤガミ。組の的の顔ぐらいは分かってんだ。うるせえ。あの、私はこれで。だ、待ちやがれ。くそ、お前のせいで逃げられたじゃねえか。どうせ変な因縁つけて金巻き上げようとしてただけだろ。あの客が本当に追い出してたのかどうか怪しいもんだぜ。あ、マジだし。あ、動揺してる。こりゃ図星だね。な、こういうやつなんだよ。だから追いはぎされても文句は言えねえ。追いはぎ？何のことだよ。君が着ているその服、ちょっと貸してくれない？ざけんな！これいくらしたと思ってんだ？知らねえよ。けど、そんなに高価な服着て歩いてちゃダメだろ。こんな危険な街でよ。今すぐ脱げば痛い目見なくて済むし、こっちも綺麗な服が手に入って大助かり。つまりウィンウィンってやつ。乗っといた方がいいんじゃない？なめんじゃねえぞ。そんなにこの服が欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。どれ？もうおしまいか。